はいどうも皆さんこんばんは。 BC スウェル所属アイルドリフト部門の ADC 担当ビビロイヤルことフミヤチョドーン、サポート担当のレックスです。イエース、今日は2人の顔が映っちゃってます。こんにちは。はい、ということでですね、今日はですねワイルドリフトパッチノート 3.2A のファスバージョンということでですね、ちょっと運営さんの方がですね、ちょっとこんな感じで出しちゃおうかなみたいな感じでツイッターでなんか、はい、出してくれてたので、そちらもうすぐさまもう解説にしてやりたいと思ってこの動画を回しております。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあもう結構さっくり系なんですけれども、さっくり自分たちもさっくり見ていきたいと思います。はい、でまずですね、チャンピオン強化ということでですね、アリスタです。まずアリスタのこれバフかなフかっていうか、まあ調整ですかね、どちらかというと。んー、いや、もう バフでしかないじゃん。まあバフか、まあ、基本的にこのパッシブの自分と味方の回復量が、まあ後半、まあ序中盤、まあ序中後と伸びましたよと、うんうん、まあ、その代わりちょっとクールダウンをちょっと2秒伸ばしますよと。まあたった2秒だからね。まあ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 、そうねっていうので、まああと、まあ基本的にまあこう回復が増えてるんで、まあ集団戦中とかにまあ回復するってなった時の回復量が上がってるので、まあ割といいかなと、はい。まあただまあ連戦がこれでアリスタが強くなるかって言われると、まあまだやっぱアリスタの序盤っていうのは連戦弱いので、そこは継続かなと思ってます。で、うん、まあ頭突きのクールダウンもまあこれはまあ誤差みたいなところなんで、まあまあそうですね、まあちょいバフですねぐらいの感じですね。まあでもちょっとバフされたから、うん、これアリスタ禁止解いていいよね。あれ2年、え2年、2年禁止じゃなかったでしたっけ、アリスタレックス。あれ2年禁止、あれ違ったっけ。一旦ね、じゃあちょっとこのパッチが入りました。ちょっとレックスくんのね、大暴れ英語和牛を、はい、配信で映せたいと思います。はい、見せたいと思ってます。よろしくお願いしますと。お願いします。はい、次ですね、エコー。もうこれもバフですね、もうめちゃめちゃ。うんうん、でまあ多分体力とか防御とかマナーが増えます。で柔らかいって言われてたんで、うん、そうで、しかもでジャングルって割とロアとか積みにくいから、まあ、多分結構バフされるんじゃないかなと思ってますと、うん、でプラスですね、はい、このタイムワインダーでモンスターに 130% の追加ダメージを与えるようにっていうところで、でまあね、これもなかなかいいんじゃないですかね。うん、ジャングルの起用がね結構増えてくるんじゃないかなっていうね、うん、全然これでまあ多分 1.3 倍、さすがに 2.3 倍にはなんないと思うんで、 Q のダメージが1スキルですね、うんうん、まあ、1.3 倍になって、で、3.2 のこのパッチでですね、あの赤バフとか青バフとかの、 あの物、魔法防御力がゼロになってたんで、うん、まあ、その辺もちょっと AP ジャングラーの方の、まあ追い風になるのかなというふうに思ってます。はい、はい。で、まあ、2と3に関しては、まあまあ、シンプルなバフですよ、というところでですね、うんうん、はい。で、次、フィオラですね。まあ、ね、度重なるナーフと、はい、ジャングルも狩りにくくなったっていうところで、まあ、ちょっと、あんま使われなくなったからバフしようかな、みたいなとこっすかね。そうですね。うん、で、まあ、ジャングルではまださすがに、ね、今回のね、ジャングル狩りにくくなったとかもあるんで、さすがにまだ出てこないかなと思う、まあ、だからトップでまあちらほら帰ってくんのかなみたいなとこありますね。そうだね。で一応まあね、この弱体化のところでカミールも弱くなってるんで、まあまあまあワンチャンって感じですかね。はい、うん、まあ僕たちねやんないから、まああんまりわかんないですけどなんちゃって、まあ、書いてある文字をこうなんじゃないかっていうね、うんうん、まあまあそうそうそう、うん、いい感じに聞いてくれみんな。あ、そうだ。はい、で次、ウィル&ヌヌンプいきます。はい、うん、ヌヌ&ウィルンプだ。え、あ、ウィル&ヌヌンプよね。ちゃうわまあヌヌ&ウィルンプということでですね、まあ、はい、1スキルの丸かじりがまあバフですよというところで、うん、まあそんなに変わらないっていうのはあるんですけど、まあ、ね、まあ、結構 ADC のまあリーサルテンポとかクラーケンスレイヤーが追加されて、まあ、結構 ADC としての起用が増えてくるって中で、このあれですね、このタンク系のジャングルがバフされるのはいいかなと。またあれですね、またこちらもヌヌウィルンプって多分 AP のダメージだと思うんですけど、そこのジャングル周回もパッチ 3.2 で変わってるんで、まあまあ追い風になるんじゃないんですかね、うんうん、ADC 環境が。なるほど。はい、じゃあ次レネクトンですね。まあシンプルな、もう見て読んで字のごとくバフですねうん、でまあカミールが、まあ、下で説明する、まあ、カミールもナーフで、まあその他のチャンピオンもまああんまり変わってないので、このシンプルなバフは
やっぱミッドトップとかのバフ、うん、まあフレックスでレネクトン起用されることもあるんじゃないかなと思います。はい、はい、次ですね、ベイガー。ベイガーベイガーですね。これはまあちょっと面白いかなと。まあ9の1スキルのまあクールダウンが短くなったっていうのはまあシンプルによくて、まあスタックとかも貯めやすくなると思うんで、レーニングで。そうだね。で、まあこっちですね、大事なのはこのイベンティングホライジングっていうのがあるんですけれども、うん、こちらのこの効果時間がちょっと伸びてますと。うん、あの CC の時間がね、うん、でもベイガーといえばもうこのスキルに全て依存してると言ってもまあ過言ではないキャラクターなので、まあ、うんうん、うん、まあいいんじゃないでしょうかっていうところで、ワンチャン、そうですね、あと、あ、そうか、あとパッチ 3.1B とか 3.2 だったか忘れちゃったんですけど、あのイベントホライズン自体のクールダウンも短くなってるんで、うん、そう、本当に、まあ、サモリフでも出るようにですね、ポケットピックみたいな感じで、もしかしたらこのね、来たる世界大会とかでベイガーがポケットピックで起用されるみたいなこともあるかもしれませんねというところですね。うんうん、はい、確かに、まあ、ただ OP ではないと思います。うん、はい、次弱体化見ていきます。はい、ま、もうね、度重なるカミールをナーフしてもナーフしてもまだ使うのかお前らとまだ使うんだったらどんどん弱くするぞというところで弱くなっております。はい、そう、まあカミールってでも結局9、1スキルのこの1スキルというかあれか、パッシブのあのバリアがもう強いね。そう、あれが強くてもエリシ殴っても殴ってもちょっとやめてよってなっちゃうんで、うん、まあその間にまあ溶かされなくなるというか、まあデレベル帯とか結構確定ダメージの変換率下がってるんで、そうっすね、いいんじゃないんですかね、このナーフは。嬉しいですよ、僕は ADC なので。はい、うん、あざす、ライオットさん、あざす、ありがとうございます。はい、じゃあまあこんな感じですかね、カミルは。はいはいで、レックス君ですよ、これ。レックス君の得ジャンプ、グラガスが、あ、ありがとうございます。ナーフされてます。直されましたねありがとうございますいや、なんかグラガスのこれで直されてるの、うん、ウルトの弾速がまあ6フレームって、まあなんかこの説明だとあんまり分かりにくいけど、実際その6フレームっていうのが結構体感短かったね、多分みんな。いや、めっちゃ正直あの手を押してないと、うん、あのまあフラッシュ反応できないレベルだったから、うん、まあそうだね、これが8フレームになって、うん、まあ、反応できるようになるのか、まあ、もしくはまあ多分ね、8フレームってでもまだだいぶ早いから、まあそうだね、うん、まあまだまあちょっと避けやすくはなったかなぐらいですね、うん、まあなんでそこまで変わらないと思います。はい、じゃあグレイブス、まあ、グレイブスは他のチャンピオンに比べてちょっとね、1スキルのモンスターに対するダメージが多くてですね、ちょっとファームが早すぎますと。うんうん、そうだ、ずっとファームだけしとけば本当にグレーブスで金めちゃめちゃ持っててるキャラなんで、まあ、そこをナーフしましたよってところですね。知識のスキル名がエンドラインエンドラインエンドラインって言いたかっただけです。はい、ありがとうございます。はい、次イレリアですね。アイオニアの熱情がミナに対するダメージが 100% から 50% になりましたよっていうところで、はい、まあ、うんうんうん、まあそんなに変わんないかなとは思いますね。ほうほう、うん、ミニオンに対、まあ基本ね、あの1スキルとかでねミニオンは取ると思うんで、うん、まあそんなに変わってんじゃないんですかね。はい以上ですちょっとまあパッチでね、ちょっとねバフかナーフか分かったら、はい、発表させていただきます。はい、バフではないと思うんですけど、まあどんぐらい痛いかってことですか、うん、はい、はい、次オラフですね。まあオラフちょっとねデスダンスとの相性良すぎて、いや強いね今ね、もう本当 OP、 もうめっちゃ強いね。あのオラフがウルトで突っ込んできて、でやれるやれるやれると思ったらもうモリ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 みたいな、うん、ミリで残ったらそっからね殴れたらどんどん回復してからね。そうってところで、まあ1スキルをまあナーフで、まあ、そんなには変わらないんじゃないかなっていうところですね。まだそうだね、うん、耐久性とかそこのところは全然何も触れられてないからね、うん、まあ、まだチェイスしてる時の、うん、まあ、そのクロノじゃないわ、斧投げられてスローかかってそこから落とされるっていう可能性がまあ少しだけ下がったみたいな感じかな。そうですね、まあ多分、まあ、100回やってまあ 2% 変わるかなぐらいのかなと思いますけど、はい、うん、以上ですと謎にジグスがまた何されてますよと、
まあ、あれれ使ってる人いないんじゃないかなって思うんだけどね。うん。でもしかもね、ナーフもこの毎回この3スキルのちょっといじるだけみたいな、うん、でまあ大して変わんないと思いますこれも。はい、はい、で僕結構ここ重要視してまして、ほうほう、ごめんなさい、この調整のアイスボーンガントレット、これ本当に面白くて、うん、まあ、マナが減った代わりに体力が増えましたよと。はい、いうでパッシブの追撃が攻撃力 100% プラス物理防御増加物理防御の 25%。 なるほど。に変わってるんで、これまあ、はい、初手アイテムでもまあ体力、前って確か防御力だけだった、防御力とマナだけだったんで、それに体力が追加されたことによって、うんうん、割とタンクキャラのファーストアイテム、確かにそう、防御と、まあ、体力どっちも増えるんでいけるなっていうのプラス、こう下にもあるんですけれども、うん、フローズンハートもちょっと強化されてるんですよ。ほう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 。なんでこのもうアイスボーンガントレットともうフローズンハート積んであげて、まあ、ダメージも出しますよみたいなことができるのかなと。確かに、さらにアイスボーンガントレットのねパッシブに増加物理防御の 25% がね、うん、ダメージとして追加されるようになってるから、タンクが積むとなおさらね、うん、相性いいっていう。あれ俺今全く同じ説明を2回繰り返された。おや、おかしいぞ、おかしいぞ。あれ、あれ今俺同じこと言ったな、タイプでここがあるから、あれフローズンハートと、まあまあまあ気にせずね行きたいかなと。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。まあなんで僕注目してるキャラクターがもう、はい、サムネにもある通り、うわ、なんだ、マルファイトです。あー、僕も持ってました、マルファイト。そうです、そうです。あのマナも欲しい、スローも欲しい、硬、はい、くなりたいといえば、うん、何ですか、マルファイト。そうです。はい、なんで、まあ、割とタンクキャラの、まあ、追い風になるのかなと思ってまして、結構ずっとトップってあのファイター環境だったと思うんで、うんうん、まあ、タンクキャラ自体がちょっと少ないっていう部分もありますけれども、まあ、これでよりタンクが強くなるんじゃないかなと、うんうんうん、そう、もうカミールをボコボコにするマルファイトが出てくるんじゃないかと僕は睨んでおります。おー、睨んでますね。睨んでます。で一応 ADC で言いますと、まあ、アイスボーンガントレット積む可能性があるのってエズリアル、うん、だと思ってて、で本家とかだとあのアイボンとか積んだ後にそれこそフローズンハート積んだりもするんですよ。なんでまあその辺もちょっとまあなんか硬いエズリアルですね、もう試してみたいなとは思ってます。はーい、はい。でもう1点システム強化で、まあ、フローズンハートの後にですね、あで、まあ、フローズンハートは普通にこのスキルヘース25になって安くなってるんで、うん、まあ、割とここはまあ2コア目とかまだ終盤だったりも積みやすいかなと思います。はい、うんうん。で、ニンバスクロークですね。やっぱちょっと、僕もパッチノート解説だと結構強いみたいに思ったんですけど、なんかいかんせんちょっと感じにくい。はい、確かに、うん。なんかフラッシュした後に、足速くなってんのこれみたいな。とこあったんで、まぁちょっと強化されたって感じですかね。ちょっとまた、僕、この MS 動画ってすごい好きなんで、試してみたいと思います、うん。僕も大好きです。はい。で、まぁ、ここも結構大事ですね。このシステムの弱体化で征服者が、まぁ、まあ、全体的にナーフというか、まあ、結構痛いのがこの近接の 10% から 8% が痛いかなと。うん、うん、まあ結構積んでたキャラクター結構本当にジャングルって基本征服者が多かったと思うんですけど、うん、まあ今回追加されたね、あのクラーケンスレイヤーとか、うん、ならまあリーサルだったりを選ぶっていう選択肢もこれでね、ジャングラーとかファイターの方は増えていくのかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。まあなんで割とレックス君にはちょっとね、あんまり関係なかった、関係するサポートだったりのが少なかったからちょっとあれだった。まあでもアリスターが出てきてくれただけで十分です、うん、まあアリスターでアイボンガントレとフローズンハート積んでも走り回ってくれ。でも足速くなんないからな、まあ、確かに。あー、そこでニンバスクロークがあると僕が生きてくるんですよ。なるほど、運営さんありがとうございます。僕に走り回ってほしいということですね。そう、まさかこれ今回はレックス君の番と、はい、過言では。裏で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 僕のために。運営さんが。そう。調整してくれた。そう。ありがとうございます。ありがとうございます。もう嬉しい限りです。相棒が強くなってくれて嬉しいです。はい。ってことでですね。まあちょっと、はい。変なこと言っちゃいましたけれども。まあ、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います、はい、一応またパッチ 3.2 のですね、本当の正式なパッチノートの方が出ましたら再度動画の方を作成したいと思っておりますので、はい、自分のチャンネルの、自分とレックスの YouTube のチャンネルの登録と
この動画の高評価よろしくお願いします。お願いいたします。よろしくお願いします。では本日の動画以上になります。またいろんな動画見てください。バイバーイ、はい、バイバーイ。